どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はこの初めてウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していこうと思います。この初めてウクレレ、ただいま Amazon で即日発送になってますよ。皆さんこんな感じでチェックしてみてください。さあ皆さん、今日のレッスン始めていきましょう。今日は楽しく家族で手遊び曲やっちゃいましょう。はい、この曲ドン、トン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 、ヒゲじいさん。いいでしょ、この言葉のタイミング。トン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 、ヒゲじいさんでございます。これ手遊び曲で、キッズたちと盛り上がるにはもうこれ最高な曲でございます。ぜひ皆さんこの曲やっていきましょう。今回ガズレレでは、この曲をなんと入門コード4つでアレンジしているスペシャル簡単アレンジバージョンでお届けします。で、しかもですね、今回はもうキッズと一緒に盛り上がれるのを最優先にして、シンプル簡単バージョンゆっくりやる。ワンバージョンでお届けしたいと思います。すごい勢いで楽しくできるんでですね。この曲でウクレレデビューめちゃくちゃおすすめです。もう超簡単な4つのコードだけでできますからね。はい。やっていきましょう。さあ皆さん音楽をね、始めるのすごく楽しいです。本当に今ご覧になってるガズレレ YouTube 見てくださってるんで、あっという間にできますからね。やってみたいなと思った方、ここにリンク貼っておきます。今すぐ行ってですね、このウクレレを一緒に、このリンク先を行って、動画見ながら触ってるだけであっという間ですから、どんどん始めていきましょう。まあ、早速ですけども、今日はね、レッスン行っちゃいましょうか。まずデモ演奏をして、この後に解説をしていきますので、まずやってみますよ。トン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 、ヒゲじいさん、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、やってみます。1、2、3、はい。悲しくなってきちゃった。1、2、3、はい。トン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 、ヒゲじいさん。トン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 、こぶじいさん。トン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 、天狗さん。トン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 、メガネさん。楽しくなってきた。 1、2、3、はい。トン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 、ヒゲじいさん。トン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 、コブじいさん。トン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 、テングさん。トン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 、メガネさん。トン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 、手は上に。キャッ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 、手はお膝。さあ音をつけていろいろ楽しくやっていこう。 1、2、3、はい。トン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 、ヒゲじいさん。ヨヨヨン。トン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 、ポブじいさん。ポロ。トン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 、エングさん。ポキ。トン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 、メガネさん。ズル。トン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 、手は上に。キャッ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 、手はお膝。せーの、じゃがじゃん、トン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 、ヒゲじいさん、やってみました。シンプル簡単バージョン、入門コード4つバージョンで、この楽しく愉快な曲も、これすごい曲ですよね。歌詞も繰り返しなんですけど、本当途中の悲しくなるところとか、本当になんか悲しい気分になってきて、最後また楽しくなったらね、歌詞ですね。もう本当これもうね、盛り上がっちゃうやつです。見た、コードは4つです。4つでしょ。これは嬉しいやつですよ。これね、ほんと初心者の方も取り組めるし、ベテランの方もすぐ覚えちゃってですね、もう、なんつうの、キッズを巻き込みながら、楽譜とか見ずに覚えちゃってですね、もう、わーってこういうふうに楽しくやるよ。最高です。はい。ぜひ、やってみてください。ではですね、まず1個目のゴール設定としてはですね、今の、ガズさんの演奏に合わせて、練習してください。コードと歌詞が出てますからね、一緒に合わせられるようになったらもう、1個目のゴール達成です。おめでとうございます。じゃあね、皆さん、どんどん次のステップ行きましょう。次のステップは一体何
何かというと、こんなガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけでね、歌って、リズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいと思うんですよね。でも最初から歌詞とコードをやっぱり、ね、丸暗記するのって結構難しいんで、まずはですね、楽譜的なものを見て、何回も何回も練習して自分の中に覚え込ませて、さっきも言ったように覚えちゃって、キッズと一緒にね、どんどんコブジーさんってこう盛り上がって歌いたいじゃないですか。そこを目指していきたいと思うんですよね。でも楽譜練習がいいって言うけど、楽譜はどこにあるんでしょうということだと思うんですけど、安心してください。まずはですね、今手書きのノートを見ながら演奏してきました。こんな感じでいつも書いてるんですけど、はい。見て、これをこうです、こうです。はい。トン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 、コブジーさん。はい。こんな感じですね。ワンブロック、これ4回弾いていくってことなんですけど、はい。今日はですね、これをもうちょっとしたら、こんな風に、カメラに大きくして、皆さんにも見やすいようにしてるんで、メモっていただこうと思うんですけど、今ね、ちょっとご紹介したい、このサービスがあります。これめちゃくちゃいいサービスなんで、ガズクラブっていうサービスなんですけど、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げている、トン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 、ヒゲじいさんを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な、ノート楽譜のね、もう山のようなストックがあるんですよ。その中から、私この曲やりたかった、この曲憧れの曲弾きたいみたいな感じで毎月5曲お選びいただいてですね、このデジタルデータのまま皆さんのお手元に即座にダウンロードしてすぐに練習に入っていけちゃうよという画期的なサービスなんです。そして、ね、このガズクラブは、このね楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加があるもう楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーってもって楽しむやつ、これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょ。はい。ものすごい充実しててね。で、そこではね、Facebook のね、非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ、秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね。これも面白いです。で、このガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でね、メンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で、毎週2回の、まあ、毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですからお勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですね、これやってます。ラジオ放送ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで毎朝7時半から365日無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっとね、ぜひね、見てみてください。さあ、それでは、楽譜見ていきましょう。さあ、見ていきましょう。トン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 、ヒゲじいさん。手遊び曲ですよ、コード4つバージョン。はい。まず、前奏はですね、なん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 、止まる。はい、こんな感じです。ワンブロック何があっても4つ弾きますからね。はい、これは基本になってますよ。はい。はい、これ見ていきましょう。こう、映しておくので、一時停止して、皆さん書いてください。すごいシンプルな。コード進行と曲ですね。で、これ一時停止して皆さんノートとかね、メモに書いてもらってどんどん練習していってほしいんですけど、一応ね、このね、さっきも紹介したガズクラブでこの楽譜もダウンロードできます。簡単ですけど、このガズのね、ノートはすごくいろいろヒントがたくさんなんですよ。まずこの上に点が書いてあるでしょ。これ、皆さんこれ簡単曲なんでわかると思うけど、一応ね、トン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 、ヒゲじいさん、トントン、こんな風にリズムがわかるようになってるよということでございましてですね。まあまあ、こう視覚的にすごくわかりやすいっていうのもあるんでね、ちょっとね、いいなと思った方は、ぜひガズクラブで、この楽譜をゲットするのもご検討ください。はい、で、ここにピンクに囲っているのが、こう一応セリフというかですね、ここはもうね、その場その場でね、雰囲気で変えていいと思うんですけどね。はい、これがまず1番です。で、ここから悲しくなっちゃった、ちょっとここから悲しい感じがね、よう出とるんですわ、これがね。はい、あ、ここ伸ばすとか、この辺止まるとか、この辺もね、ちょっと一応チェックしといてね。はい、ここから悲しい場面です。はい。それで、この悲しい場面が終わったら、これ一時停止で書いてくださいね。ここから A マイナーと出てくるね。そしたら、ここから見て、あ、楽しくなってきたってことで、また、楽しくなるんですけど、今度1繰り返します。1っていうのはさっきやったここですね。一番最初にここ。で、ここは2回終わったら、今度はここ見てください。はい。さあ、音をつけて楽しくやっていこうみたいな。これはもうね、最後ね、もう盛り上がるやつなんでね。これもう盛り上げて、ちょっとテンポもだんだん速くなっていくのがいいと思うんですよ。最後に行くにつれて。で、ここが最後のね、ほら、ラストは早めって書いてあります。トン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 、ヒゲじいさん、ビヨーンとか、これビヨーンとかですね、これポローとか、ポキーとか、こんな効果音がでも入るやつなんですよ。コード進行全く一緒ですからね。はい。で、ここをやって終わったよ、ということで、ほら、おじいちゃん、ひげじいちゃん、こぶじいちゃんが楽しそうにね、してらっしゃる映画ね、もう、描きました。はい。
はい、コード4つですよ。嬉しい。 C と Am と F と G7、 この4つはですね、もうガズレレではもうね、悶絶入門コードの4つなんでね、皆さんこれほんとこの曲でね、ウクレレデビューする方おすすめです。はい、一応これ説明というかですね、さっきも紹介したんですけど、ウクレレ始めてみたい方ここに行ってるんで、今はもう一回ちょっとここら辺やっとくけれども、ここの動画見てもらったらわかるんですけど、まず最初に覚える第1回目のレッスンとか動画で覚える4つなんですよ。ぜひこれやってみてください。一応ちょっと今日出しておくね。 C というのは一番下の弦の 3つ目、はい、一番下、下1本と覚えます。はい、次 Am っていうのは一番上の弦の自分に近い弦の2フレット目、2番目ね。はい。これ覚え方、上1本です。わかりやすいでしょ。で、F は、このこことここの2箇所になります。ここちょっと難しいけど、Am を押さえておいて1個足すだけって考えたら楽でしょ。指立ててくださいね。これはですね、斜めと覚えてください。斜めのイメージ。はい。F は斜めだよ。で、G7 はちょっと一番今日難しいよ。こことこことここの三角形だよ。こういうね。こういう三角形を思い出してください。そしてですね、G7 を押さえるときって手首をですね、ちょっとこういう風にするのがポイント。斜めにするの。そうしないと F のまんまこうやって押さえて、ここ、薬指が一弦のこの2番目に入らないんで、クッとこれ回転すると入ります。下1本 C、上1本 Am、1個足して斜めで F、G7 はくるっと回転させて正三角形。この4つで、できちゃいました。嬉しいやつでございます。まずこの4つをまず覚えてもらって、ゆっくりでいいですよ。最初はゆっくりでいい。で、慣れてきたら最初の始まりは普通に始まって、悲しくなるとこ、トントントン、コブじいさんのところはすごいゆっくりで、最後また、ああ、元気になってきたっていう風にやったら、だん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 また速くなっていくとか、このテンポの感じで抑揚をつけたり、悲しい時にはすごく悲しそうに歌ったり、もう音楽って感情表現ですからね、そういうのもすごくね、この曲はですね、織り込みやすいです。で、最後のね、ポキーとかね、なんか楽しそう、ああいうのがね、また盛り上がるやつですからね、もうテンション高め。だから、最初は普通に入って悲しくなって、だんだん元気になってきて、最後はもうやったーみたいな感じの、この感情の抑揚をつけていくのが、すごいいいんじゃないかなと思います。これ巻き込み型のね、曲ですからね。やっぱり、いずれは覚えちゃって、みんなのこう、顔を見ながら、楽しくやろうみたいな声をかけながらですね、盛り上がれるのがいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひ皆さんね、この曲、もりもり、楽しんじゃいましょう。で、ちょっと慣れてきた方は、このかっこいいリズムでこの曲弾くのもいいと思うんですね。例えばこんな感じ、8ビートというリズムでやると、トン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 、ヒゲじいさん、すごい乗れるでしょ。あとトン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 、ヒゲじいさん、トントン、いろんなリズムで楽しめるんですよ。で、悲しいところはトントン、アルペジオというリズムがあったら、ヒーさん、トントントン、はい、いろんな弾き方でどんどんこの応用を聞かせていただいて、皆さんの好きな弾き方でやるのもいいと思います。一応ですね、ご紹介したいのはガズレレではね、いろんなリズムの弾き方っていうのもね、ご紹介してるんですよ。今日はね、ほんとシンプル簡単バージョンで、こうゆっくり4つ弾いていたパターンだったんですけど、いろんなリズム知りたいという方、ここでリンク貼っておきます。ここ見るとね、もう動画でね、もういろんな種類のリズムがね、出てきますんで、ぜひそれも参考にしてみてください。ということで、今日取り上げたのは、トン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 、ヒゲじいさん。手遊び曲。これをキッズと盛り上がれちゃう曲。ぜひね、この楽しい曲、家族みんなでワイワイ盛り上がっちゃいましょう。で、お知らせです。今いつも使ってるこのガズレレのウクレレたち、はい、G ラボというね、チームで取り組んでるんですけど、11月の後半にですね、神戸でですね、ポップアップショップがオープンします。こんなような内容になってます。三井アウトレットパークマリンピア神戸という場所で、11月の26、27の土日、Gラボのポップアップショップが出店です。残念ながらその日はね、ガズはちょっとお伺いできないんですけれども、Gラボのウクレレを最後に生み出しているね、吉本さんという方がもう、トップになってですね、もう皆さんをお迎えしております。いろんなウクレレを弾いて試してですね、もし気に入ったものがあればゲットできるということです。で、今回初めての企画なんですけど、ここね、三井アウトレットパークということで、ガズレレ Gラボ初のアウトレットウクレレ、ちょっと傷があるとか、木目がちょっとっていうものを集めて、もう品質はもうバッチリのものですけど、かなりね、リーズナブルなアウトレット価格で、30% オフぐらいの勢いで、出すということが決まっております。ぜひ、関西方面の方、ウクレレ、Gラボのウクレレ触ってみたいなという方、11月26、27、三井アウトレットパークマリンピア神戸にお越しください。今、この本も発売になってますよ。はい、ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室、ガズピアノもやってます。この本、
とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひあのインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね。こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもねそうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部であの売れてると思います。もうそう、ものすごいベストセラーです。なんでかというと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そしてね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではこうありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さーっと話したので、ね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聞くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さん、どんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。